山を出ましょう。助走機もその手らしい、チビらしい、キュウらしい、花らしい。コスケさんは条件から飛ぶ、フェッ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 、はぁ、畑の雲はエセリやし、シタブやし、シビやし、いや、ないかと思った、あるよ、アニギやし、ホタテやし、オオグイやし、ミドやし、アンナウやし、ミドやし、ネンネンニュルセンシャン、アーンやし、ナッチやし、ルシューやし、レグやし、どこ行くの。いや、まあ懐石料理じゃない。梅せ、一番の王子やし、モーやし、モーエッテやし、アチやし、ドレゴやし、何かの記念日。いや全然、ミヤシマヤシミヤシレカシクリシクリミシ、割とガチで相変わらしい、あごめんじゃないし、リビシグリビシキーだし、ホタテだし、マシだし、マイピだし、チーだし、リエビだし。アイスランド王子くんね、よかったね、あのお茶お願いしますね、お茶。アイスランド王子くん、お茶です。グーゲン入れるから。よいしょ、マイシャ、チビだし。アイスランド王子くん、お茶お願いします。アイスランド王子。久しぶりだな、アパーザーやし久しぶりか、イスランの王子、早くお茶投げて、ユウコとマイピやし、キーやし、レカやし、どこ行く懐石料理やろ、イスランの王子、早くお茶、もうアイカワ、早くお茶、あよ、いや、そっちの地じゃねえよ、お前。ロックもルーシーやし。そんじゃないです。寿司だろ。いや、寿司は配信ができんかもしれない。知らねえよ、早く。イスランの王子、早く、お茶。イスランの王子。ありがとうございます。即よし。チャムシ、ラムさんらしい、ニセコスらしい、ニセコのお茶、お茶、ニセコのお茶、いや誰にリプしてるか、ニセコのお茶、お茶、いや、いや、いつが稼ぎにならんだろう。まったく。イスランの王子、早くお茶。
知らない、泉ちゃん、豚汁の部がいらっしゃい、ネズミちゃんいらっしゃい、落ち着けたくないよ、ダメ、よっしゃ早く、よっしゃよっしゃ早く、ロックンキズ H いらっしゃい、よっしゃ早く落ち上げて、紫、たこ焼きパーティー、いや今日外食っすね、うん、外食っすね、家族全員、平八、イカルド、ミロ、ヨガちゃん早く、またスタックしてよ、ヨガちゃんスタックしてお茶早く、いやー分からんよ、ピー君も外食か、ピー君ってか、まあ、広島だね、なんでそんなことする、いらっしゃい、チエタンあと売名指名す、いらっしゃい、練習年で待ってんか、いや今日あのスマスロオクトで5000枚出ましたね、ヨガちゃん早くお茶ないで、ヨガちゃん、2015年のイスラン王子はもっとアクティブだったよ、どうした、どうぞ、チーズしていや本当はね、明日がね、あの日曜日やったらね、皆生温泉行ってもいいかなと思ってる、家族全員で、まあでも懐石料理でいいかなと、懐石料理で、全然いいやん、どっかあのいいとこありますかね、まあ出雲あたりで、出雲か氷川町あたりで懐石料理で、やっぱホッキチかな、ホッキチ一番いいのは商売にあるホッキチって、でもあそこ6時まで予約せんとな、行くなら、伊勢湾の王子あと相川早くお茶、相川くんなんてさ、俺の、はい、リスナー歴相当長いんだからさくっそ長いんだから君、意外に、はい、こっちは、この人俺10年ぐらいリスナーしてる、9年か10年ぐらいリスナーで、マジ長いぞ、でもやっぱその昔からちょっと言ってることがよくわからんで、うん、お前に子さんリスナーはいないって、お前が子さんリスナーなのに、うん、芝居やし、こんにちは、お前誰や、いや長友が来たしね、ダークナイトやし、ニンフォアノリやし、マシュマロやし、煽ってやれ、いや、ずっとコメントも、絶対ほんと10年見ててコメントも何一つ変わらんのはすげえな、長友キャスいるようになったんだ、ってか長友失礼だよね、うん、ね、あの平安里と仲良くしとけよな、何がお前誰やねん、リスナー3日目、いやめっちゃ最近やん、
ゴーストハンティングだったのに、なんだ伊勢湾の王子って、まあ、あの心霊からあの車乗りに変わったんかね。じゃあ気がしたい。今日家族全員で懐石料理行きますね。僕がちょっとあの今日あの、まあ、これで普通 来週から僕の軍曹会東京行かないといけないんですけど、まあ、その東京のお金できたので、まああのしかも今日2000円で俺5000枚出したんで、まあ、懐石料理でまあ1万2万ぐらいのとこで、まあ、配信上に使う感じでね、家族全員に、まあ、俺がおごる感じでいいかなと。2000円で大激闘だったんで、大激闘まで行ったんで、ね、40連したんで、その後またあの1ゲーム連から何連かしたんで、5000枚はいくらになる、うん、まあ、10万だね。10万、2000円が10万に。イカルトと平八は行きません。いや、さっきあの配信する前にこれに、まあ、外食はもう予約せないといけないから、あの話したら行くって言ったよ。いやだからどこ行くか、どこがいいかなって。島根で出雲と氷川で有名な懐石料理屋さん、どっか誰か知ってます？もったいないって言わなかった。それは言わないよね。自分らが食えるのは言わないよね。イカルド今日飯作ってないですね。まあできるでしょ、全然。松屋でもいいけど遠いね、松屋とか。俺はいいけど、どっちでもいいっすけどね。あの、まあ、僕はね一人で会計行ってもいいっすけどね。会計に。あ、そうなの。マホロバイズモ。青い姫バラ、それどこが出雲にあるの。俺は行けれんけん。いや、ダメだわよ、ダメだわよ。こっちでいいかな。やった、小バラの本物か。いや、それ本物だね。それはそのアカウントでゆらゆりたんとこでコメントして、VR 体験で何にも配信で良さ見せれないよね。ただこうやってこ外側から自分の反応を見るだけだから、ね、全く視聴者意味がわからない。イカルド行くって言ってよ。平八も行きますよ。サチ安い。行けるの？うん、砂時計は全然遠いね。それ大田よりまだ先だからね。平八は強制連行だね。庄原にあるんですよね、懐石料理屋さんがね。ミクやし、マキンコやし、ニンやし、ルーシーやし、沼シュワやし、ナコやし、トイさんやし、
じゃじゃ丸いらっしゃい。だからどっちがいいかだよ。あんたたちは懐石料理をね、食べに行くか、俺一人、この後俺一人、あの、海家のホテル泊まるか。選択させてやるよ。海家の高級旅館泊まってくれる。3万の高級旅館泊まってくるわ。だからね、ここら辺だとホッキチっていうところがね、めちゃくちゃうまいんですよね。あの観光の総菜とかで結構使われるんだけど、すげえうまいんだよね、ホッキチ。ホッキチだっけな、ホッキだっけな。すぐそこにあるんだよ。よく寝れました。いいやし。そこにしよう、予約しよう。一回じゃあ家帰らんといけないわ。電話せんといけんからさ。家帰る。いや別に記念日じゃないよ。まあ、こういう時ぐらいしかさ、あの家族で一緒に食べれないからさ。いやめっちゃいいこと言う。思ってもないこと。ね、こういう時ぐらいしか食べれないね。ホッキーシェでもね、あの空いてるか分かんないですね。優しい。いやだから、いやあの、まあだからこういう時しかさ、まあ普段迷惑かけてる分さ、なんか、まあ普段迷惑かけてるし、まあこういう時ぐらいしかさ、まあ親孝行できないよね。まあ普段迷惑かけてる分、今日ぐらいはね、まあ親さんにね、あの。幸せになってもらえたらいいかなと。いやほとんど配信のネタでしだけどね、本当は。無線配信 OK なの。個室だから OK だろ。早く言わないとイカルド夕食作るよ。いやもう言ってあるよ。配信する前に伝えてるよ。家族にミロは入るのか。入るよ。お父さんが行かないので私を辞めるわ。なんか買ってきて。でもあんた一人だと変なもん買ってくるので一緒に買いに行こうか。母より。何やってんお前ら。今平安寺のアカウント共有してコメント打ってくれよお前。いやこれ本当にイカルトだからね、書いてるの。このアカウントガチでの平八のアカウントだ。いやお前ら早く準備しろや二人。ミロにも服着させて、ミロにもスーツ着させて、あのイケズのミロにも。そうイケズだからね。俺のおごりだよね。ガチなアカウントだよ。
会計の封が、いや今日は開いてなかったね、封が。てかね、今日ね日曜日でしょ、会計ね、どこもめっちゃ安いんだよね。普段3万とかも1万2000円泊まれるからね。日曜日なら会計泊まるやついないからね。あんたたちが行かねえなら、まあ、こっちはピンクコンパニオン呼ぶで、お前一人で宴会場に。フーがね、いいね。いやー、キュースールならやるで、お前。行かないな。はい、絶対行けよな、お前。朝の1200円のバイキングコスパ最高だね。ていうかデブのくせに食が遅いね。いやデブのくせに食が遅いのは余計だろお前、別にコスパがいいねだけでいいだろ。何だお前その余計なコメント。平八行くのか。いや連れて行きますよ。いや、目覚めてるです、ね、いや、こういう時しかないだろうが、普通に親二人ども、バカかよ。旅先今日5000枚出てよ、俺結局5000枚。いや二人とも、でも2000円で、でも願ってたからね。おばあやしい百貨店。いや百貨店なんか松江まで行かんといけない。てかもう潰れたでしょ百貨店で、一畑百貨店でなんかもう確か潰れた気がするけど、解析予約してあるの。うん、てかね解析屋さんね意外にね空いてるから日曜日とか。どうだよ全然空いてるからね。ピザの方が喜ぶ。いや、そんな安いのでいいの？ピザとか。ネガニュースだったよね。5000枚っていくら？ 10 万。いや、前回も予約なしで行けたんだよね。でも前回行った時は、ね、電波がめちゃくちゃ悪かったから、あそこはちょっとね、無理だわ。電波悪すぎて。ドーナツ、いや意味が分かんない。喜ぶだろう。いやそれはまた別腹だよね。全然話変わってくるよね。寿司、いや寿司は寿司はいいわ。一生奢ったとマウント取れます。いや昔も懐石料理奢ってるから、なんなら。昔も奢ってるからね。降ってないな。早く準備しろよマジで。早く準備。お父さんが行かないからやめるわじゃねえんだよお前ら。
これご老体だよ。二人とも準備しろよお前。フランス料理ってどこにあんの？それあのあれじゃないの？あのマリエヤシロじゃないの？結婚式場じゃないのそれ？カナエも準備しろや。懐石料理サイゼでいいだろう。あ、島根県サイゼないっすね、うん、サイゼリアないっすね。あるのジョイフルとあのココスと、うん、あのガストとビッグボーイっすね。王将、いや王将まずいっす。銀八が来て言うとるぞ。来て銀八が来てって言ってるとこ。これ偽物の部屋地だろこれは。さっきお前緑のサムネのやつが本物だよ。デブのくせに髪いじん。たまれよお前。関係ねえだろお前デブとか。デブでも髪いじっていいだろ。世界の似合いらっしゃい。家族と素敵な時間。いやいやいや。いやいや誰がお前配信外でいかんと言うやん。デブのくせに髪いじりすぎはおかしいだろ。はぁってなるだろ、そんなもん。どんだけおかしい質問だよ、ね、関係ないだろ、別に。あ、ケイスケ本田さんいらっしゃる。今サッカー選手多いな、うん、今日パンパンすぎね。いや、いつもです。いつもです。デブが教えすんなよ。おかしいだろ、お前、普通に。デブが教えすんなよとか。デブが何々っていうコメントは全部スパムさせていただきますね。ネックウォーマーもともとついてるのにネックウォーマーしたら熱くないか。おかしいだろそれ。次白目向いて。いや分からんけど、それはちょっと白目向いてて。どこがデブやねん、ガリガリやろ。いや、ガリガリじゃないけどね。決めたやっしゃい。緩めながらいけない。早くお前、松本2人、お前早く準備しろや。あ、松本3人いたよ、今、しないで。電話かかってきた。待てよ。電話かかってきた、ね。
口行く？あの、ホッキだから、あの、平八幡行けるから。ホッキ行けなんだ。いや、ホッキ、は？いや、あの、だから普通、だから庄原にあるとこだよ。あ、日曜日休みだよ、そこ。ん？日曜日やってますけど。はあ、なんで？あんたなんで知っとる、そんなこと。いや、今調べたんです。確かあそこ日曜日休みだってさね、あそこなんかそもそも予約制そんな、いきなりなんか絶対無理だし。いや別に大きいが無理でもあそこあるからね、あの、庄原のさ、直江のとこにある懐石料理屋さんが。あの、夢タウン泉の前の。は？夢タウン泉、あの、夢タウン泉の前のとこにあるんだよ。何がある？花丸なんたらっていうのが。花丸のこと？そこ日曜日やってる？やってるわよ。でもとにかくお父さんは体が痛くて無理だっていうのは、そんなに。じゃあお父さんは体が痛いのなんで、じゃあ介護施設のデイサービスに行けるの？おかしいでしょ。だってこの時間、もうそんな長い時間座っとられて、施設でもほとんど寝てたらしい。だってリハビリをしてしながらベッドで寝てる、リハビリしながら寝てたみたいな。いや別にいいんじゃない。だからちょっと座ってるのが無理なんだって。だって別に畳の部屋だからさ、寝ながら食えばいいんじゃない。そんなベッドじゃないと横になって寝れないお父さん。いや そんなにいけるだろう。いつも家で外食はしてるんだから、家で飯は食ってんだから。だからなんかもう年々悪くなって、最近やっぱりもう体がすごく悪くなってて、前と違うんだって。前は車であんたと一緒に出たり外でしょ、なんか食べに行ったりとか、そういうのなんかもうできないらしい。覚えてないけど。そうなの。言っとったやん、私を差し置いておったら、私に雪かけさしといて、なんか二人でなんかモーニングとか、二人でなんかなんだかマックとか言っとったが前。だからそういうことはもうできないらしい。まあだからいいんやない。だからあの、だけどな、買ってきて家で食べればいいです。それってお父さんも食べれるけん。いや、なんで買ってこんといけんの。なんでそれはいけん、買ってくるのはいけんの。いや買ってくるのはめんどくさい。いや、どういう意味。私が買ってきますわ。だからその買ってくるんだったら寿司がいいけどさ、あの、あそこ寿司屋さんなくなったじゃん。庄原に寿司屋さんがあったけど。庄原の寿司屋さんって、まあ、ある寿司？なんかチェーン店。回転寿司？昔あったやん、なんか。回転寿司？回転寿司か忘れたけど。とっくの昔いないよ。何だったっけ名前？うん、なんかそんなもんない。わからん。だけどさ、どっかで買ってくればいいやん、なんかお店で。あん、まあ、だけど買いに行くけん、私。乗してよ。ああ、ガッタはや、うるせえな。じゃあ今から行くけ。今どこにおる？ちょっとすぐ帰って、もう急いで買わんと。待っとけ。待っときます。あ、マリンポリスだ。それだ。そんなもん。マリンポリスだ。マリンポリスやわ。いや、昔マリンポリスあったんだよ、氷川に。マリンポリスってか、なんか CM、 ドラえもんの CM やってたね、その寿司屋。何だったっけな、マリンポリスじゃなかったっけ、違ったっけ。ドラえもんの CM やってたよね。 C ジャックだっけ。CM がやってたチェーンの寿司屋さんみたいな。小僧寿司チェーンかもね。あ、それかも。この辺にあったんだよ、寿司屋が。うん、この
この辺、昔はね、この辺もね、あの栄えてて、ね、あのビッグバーンとかあったんですよね。ジョイタウンとかビッグバーンとかあったのにね、アリオンとかあったのに、今もうねえかな。あ、小僧寿司チェーンだわ、あれだ、ビッグバーン、なんそれ、あのホームセンター、ビッグバーン、ジョイタウンとかあったね。バトエンがすげえ流行ってたね。小僧寿司てんててんってやる、あ、それだ、小僧寿司てんててんっていうドラえもんの CM。 あ、小僧寿司だ、着いたぜ、早く降りてこいや。いや、小僧、いや、ハテナじゃなくて回転寿司行くのか。いや、呉竹でいいんじゃない。呉竹の寿司買って、知ってる、呉竹ってめちゃくちゃ高級なんですよ、松竹梅やってまあ出雲で一番あの有名、あの高級な寿司は呉竹ってあれだよ、ね、小僧寿司チェーンって CM、 ドラえもんの CM しなかったっけ。松にして、まあまあそうだね、松だね。じゃあ高級寿司でいいか。またまあまあもうまたまえ出禁になるんじゃないか、あれ寿司屋香水つけとっちゃダメだけんとか言うんや。香水つけてないけどね。呉竹日曜休みじゃねえ。そうなの、休むなよな日曜日。ピッ、それとも巴寿司で頼む。ただ巴寿司すごく気まずいよね。はや、せいや、はよせいや、いや魚買って帰るのいつもと変わらんけどね。いや何じゃねえわや。あ、何、いやだからもう着いたわや。何、魚屋でええやん。だからさ、結局魚屋行ったらさ、さばけないしさ、意味ないやん。それでなんかいつもと変わらんじゃん。なんか料理作るだけみたいな。美味しくもない料理作るだけみたいな。ババさんが来ましたね。ババさんが、よし、なんでそれ出れん、お父さん、うん、体が痛くて。いや体が痛いってネタでしょどうせ。違うって、本当に痛くてもう体が今弱ってるもんすごく。でこの時間特にもうまだ死ぬんじゃないか、あの夕方とか余計ダメ、死ぬんやない。もうだけ年々にもう体が弱ってるもん。この間デイサービスでもほとんど結局寝とベッドで寝とったらしい。死ぬんじゃない。
あれどこにある？タバコも吸ってないんじゃないの？吸ってない。でももう体がもうすでに。いや、ミロ君は。なんでミロ連れていくだ。あ？なんでミロ連れていくだ。いやいや、ミロ連れて、ミロね、ミロもあの。無理でしょ、そんな。餌買って。餌なんか買ってるけん。まあ、早く行って、早く。行くけん、ちょっと待って。どこ行けばいい？いけずのミロはだけん今おるけんお父さんと一緒に。あ、いいコンビ。あんたはね、あの嘘嘘って言われてるけど。何が嘘だ。言ってあげて、あのミロがトイレ紛失したこと本当のこと。あ、本当にしました。びっくりした。昨日ガタガタガタってトイレがすごいガタガタって言って、トイレの中閉まってる。トイレが、私ミロがおること知らんで閉めたんですよね、トイレ。多分トイレからガーッてすごい音がしてきて、で私なんか息子が誰か喋らなきゃいけない、中でまた変な実験してるかなと思って、でトイレまた何かやってるかなと思って開けたら、なんとあのトイレの便座のとこにあのウォシュレットでなんかあるじゃない、お尻を、あのあれがあれほどもミロがトイレに入って私がミロがおることをわからんで閉めた。で、そんなでミロがそんなウォシュレットのとこドトンと歩いて、あそこから水がシャーッと出て上に向かって、で天井からジャーってものすごい勢いで水がで多分溢れてでジャーッと頭の中かかって、でミロがびっくりしてガタガタで、なんか大騒ぎ、中でガタガタガタってミロが慌てて大騒ぎして、それでなんかすごいガタ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 って、だからミロもびっくりして、一番びっくりしたのはミロだと思うよ。だから昔俺に、僕昔天井から下からびっちゃ、俺が2階でトイレ噴射したのを、まさかのあの息子のミロ君がね、あのトイレ噴射したよ。まあでも水でも綺麗な水だったんで、もちゃんと拭いてよかったけど、まだまああんたのあんなあんなのコーラのところだったらもうとんでもないけど、まあとりあえず拭きましたけど、天気の悪いのに。でも多分ミロびっくりしたと思うよ、水がジャーッと頭からかぶって。でしかも分からんかったけん、本当にミロがおるの知らんで、私とだけいつの間に入ったかなって思ったトイレ分からずに閉めたっていうか、いやなんかだんだん行けずになってくるんだけど、ちょっとの隙間でも、でも私トイレなんか今日もなんかもう寝てる時にあのキャットタワーから鬼のように飛んでくるけど、ここの首に向かって、もう痛すぎて何回もすごいね、やんちゃだねあいつ。いや、めちゃめちゃやんちゃだろあれ。お父さんにもいつも叱られとる、なんか痛っとか言って、お父さんに叱られとった。 両手両足出してこうやって飛んでくる。 ですごいダダダって上がって、すごいけど、まあ、早く出てよ早く、そんなことどうでもいいけ、連れてこらんといけない。なんでもそんな余計手間でしょ、あんな連れてきたら何もできんし、買い物もできんじゃん。可愛いじゃないか。いや痛い。ちょっとその短パンで出歩いとる。なんで？なんで？せめてなんか下にあのタイツでも履いたら、タイツかいな、タイツじゃないわ、なんだあれ、タイツじゃないわ、あのなんで？タイツじゃないやつ。なんだよ。下に履くやつ。タイツじゃない。タイツじゃない。タイツ以外何があるよ。タイツじゃない。なんだっけあれ。あ、スパッツだ。スパッツ。せめて履いてきてほしい。恥ずかしい。桃引きは草。桃引きはマジで草。まあ、要はあんた、だからあんた入らんで、私が買ってくるけん。だけん買ってくるけんって何をだよ。わからんわね。だから何が買えんけど、予算言ってよ。いや予算なんか別に考え、あんたが考える必要ないわよ。そんなすごいね、さすが天からお金が降ってくる人は。しなんかもう本当に半額のしか買わんのに。いやだからあれでいいでしょ。これ消さんと。消すなよ。ダメでしょそんな。まあでも晩ご飯作らんでいいの嬉しい。晩ご飯なんか作らんって懐石料理行くっつって言ってんの。お父さんが行かれないじゃあね、もうこれでいいわよ。かわいそうでしょ。だってお父さんのご飯作ってないにかに。いや全然
だってその買ってくるって言ったけど、だってミロ君に作ってもらえばいいんじゃない。何作るわけない。お父さんの量はご飯でもあればいいけど、その何も作ってないから、そんなもん買ってくればいいじゃん。懐石料理なんてそんなもん口が腫れるしね。いや、まあ、食ったことあるだろ。やるけど、それはなんかのお祝いの時とか法事の時とか。平八キャットフードがあるよ。そのそういうなんかの時に冠婚葬祭は使える。なんでもない時に誰か懐石なんか食べる。いや、冠婚葬祭みたいなもんじゃん。何が平八の死ぬんだから。懐石なんてね、そんな1年に1回もそんな食べないよ普通。いや、だから何の料理が食いてえや、お前ら2人は。あの猫は今はもうあの前の餌が一番いい、あのピンクの餌、あのやつが。何の餌が食いてえや。最近買ったやつをね、ちょっとケチって、すごく安いやつ。いや、すごくない、ちょっとだけ安いの。何の餌が食いてえや。じゃあそれ混ぜたらね、それみんな残すよね、贅沢なやつ混ぜて。お前ら2人は何の餌が食いてえや。何でもいいんだって。何でもいいって言われたら、それなんか本当になんかこっちで考えてなんかめちゃくちゃなことになるけど、いい。だけさ、そのね、予算にもよるでしょ。予算なんか考えるのや。あ、ケーキでもいいよ。クリスマス食べてないけん。意味がわからん。ケーキとかクリスマスケーキ食べてない。まあ恵方巻きはまだいつだっけ。でもあれはいらんわ。あ、3月そんなわけない。それはいらん。何でもいいよ。でも人に食べさせてもらうんだったら、はっきり言って何でもいい。普通に吉野家でもいいぐらいだし。いや、俺がやだ。だって吉野家だって普段そんな食べないのに。みほまきが2月3日。人に作ってもらうなら何でもいい。みほまきなんかね、好きじゃないのね、俺が。だ、僕が今ね、じゃあ俺が考えてるプランでいいんだね。じゃあそのプランね。いや、今この時間ならね、結構もうすぐ半額になるよ。あ、じゃあ、いやそういうなんか半額になるよとか、あのそういうなんか、そういうなんか、あの、まあ、貧乏会はいらないんで。いや、本当大事だって。そこ重要でしょ。まあ、半額ってことは料金が半分しかいらない。いらないんで。料金が半分しかいらないの。またその半分のお金でまた他のものも買えるし。そういう貧乏人の買えばいいじゃない。明日の晩食材も明後日の食材も買っとく。さ、貧乏人の買えば必要ないよね。何がいいか、半額とか。なんでよくそんなことが言えるね。だったら私にその現金ちょうだいよ。もう全部私が払ってるのに。いや、あたり現金あげな。自分で書いていって一泊してくればいい。そういうことじゃなくて、その現金もらってそれで電気代とか払うんだもんね。いや、あなたにね、あのこのこういうこと言って、まあ、そんなどうでもいいんだ、ね、そんなこともらえたなんて、ね、こう自分から告知するなんて素晴らしいことでしょ。告知何ね、お金が入あることを告知するなんて、ふざた告知しない。お金があることを告知するって、それだけでも満足してもらう。どういう意味だ。だから俺が普通にお金が今あるからね、あの懐石料理連れていくなんて、そんなね、あのね、別に自分が楽しめればいいのに。ちょっと待った、なんだよお前は。逆にお金がない方がおかしいでしょ。あんたはあるもん全部使う。普通の人はお金ちゃんと貯めとくわね。貯めて、いる時いることには使うけど、でも必ず貯蓄部分もある。なんであんたはないの全然。それから逆にお金だけ税金とか払えないの。いや、だから俺はだから配信全部使ってる。いや、それはね、あんた国民として間違ってるよ。税金は払わんだけでしょ。国民としては間違ってるけど、あのね、いや、あのリスナーに、あのに楽しんでもらう提供はできてるから。いや、間違ってるって。それが全てなの。いや、それをだって、でもそれ払ってるんだけどね、結局親が払ってるけどさ。そうだよ。だからだから、その分返してよ。自転車操業っていうことで、だから俺がその配信でお金を使うことによって、ね、
あのリスナーさんを楽しませるプラスね、それであなたがプラス同情してくるから、今度あなたがふわっちをすると今度 あなたにアイテムが飛ぶ。だ息子がこうやってこうやってる限り、あの同情票でアイテムが飛ぶんで、ふわっちを配信したらその分のお金返ってきますよ。実際やっぱり返ってきたと思うんだよね。いや同情票じゃないし、何言っとるの。いや同情票だし、すみさん、なんでこれ時速40キロなの。うん、後ろの人が、あんたがだから でっかい声出すからさ。でどこ行く。まあ自転車走行じゃなくて同情効果、相乗効果だった。相乗効果、相乗効果でしょ。何が相乗効果だ。いや配信のお金の稼ぎ方の相乗効果です。相乗効果、日本語の使い方間違ってると思うけど。ブラネコさんに言ってください。ブラネコさんが相乗効果って言ったから。はぁ、まあ、まあ何でもいいけど早くお店だけ決めて。だからお店も決まってるって。だから泉でもいいよ、買ってくるけん。ちゃちゃっと。いや泉なんかで何買わないけん。じゃあラピュタでもいいよ。いや泉やラピュタは半額になってる。泉はまだなってない。ラピュタはなってる。いやお寿司のおけの半額買ってくればいいじゃん、まず。あーだからそういうのじゃないんだよね。どういうの。そういうなんかさあ、なんか寿司をなんかそのね、いいじゃん、美味しい寿司半額で買えれば。いやそういうのじゃない。なんで。なんでの意味が。いやみんな半額になったらみんな一緒、みんな買うやん。もうバーッと買っとられるよ、この半額になった時間帯に。店員さんがこうシールを持ってくると、それをみんなが周りの人が見てて、今だって感じでみんながわーって寄ってくるのに、私も店員さんが出てこれまで待っとるに行かんに。知ってるじゃん、実態。ラピュタはね、面白いね。母親よりもあのリスナーさんとの方がね、あのラピュタは触れ合うことが多いよね。ラピュタは結構お寿司が早い時間に半額。泉はちょっと時間がかかるのでまだやってないから。なんでラピュタになる。だけどそこ半額。ラピュタとかよくわかんない。ラピュタとか泉とかイオンとか全部敵なんだわ。いやあんた行かんでも、あんた座っとるべ、ここに。私は出勤の店とか行きたくないんだよね。私は買ってくるんだって。出勤の店にお金使いがたくないんだよね。いやなんで、あんた何の目的だ。私が買ってくるけ待っとってんて。いやあんただってセンスが悪いもん。あのお金だけ出してくれたらいいんだよ。いやセンスが悪いもん。食べ物センスがゼロだから。どういう意味。いやどういう意味で、そういう意味。センスが悪いから。あんたもうちょっと早く行った方がいいんじゃね。後ろの人が困ってない。全然困ってない。俺の先生に任せてくればいいよ。うるさければうるさくなるほど、どん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 、ね、あのだけん、分かった。半お寿司誰かの誕生日かよ、ケーキって。いやクリスマスに食べてないもん。我慢して食べらんだったら2人だけもったいない。コンビニのショートケーキ食っとけよ、うん、いやコンビニのショートケーキも多分買わんよ、お母さん。もったいなくて。コンビニでは肉まんとあんましか買いません。いやいい、大丈夫、俺任せて。バラのケーキ買いやがったのに。だってお父さんと二人だにかにそんなケーキ食べてどうするの。お父さんそれね、お父さんの。私はいつも白バラのケーキやったよ。
ールで買ってどうするんだお父さんだったら。あれホールで買わんといけん。しかも今はもうおばあちゃんはなんか安売りの中で買える。3割引きの中で買わせてもらえんもん。白バラのケーキは安くてもうお店では1割引きにしかならない。ラピュタは、ラピュタはね、全然ダメだね。オードブルはダメ。うるさい、だからいいけん、もう俺任せてけ、いいけん。だって油もんしかないもん。黙れ、もう静かにしろ、俺が決めるから。じゃあなんで私がついてきた、意味が分からん。知らんわよ、降りろよ。私が買うけんじゃないの、だけついてきたんじゃないの、あんた変なもん買うけん。いや、あんた買うの、俺が買うんだけど。いや、あんたお金出す人、私買う人だわね。いや、そんなんでね、配信上でそんなんで買うわけないだろ。なんで？何言ってんの、あんた。え、どういうこと？そんなんで誰がお前お金出すよ、お前。はぁ、なんでだ。当たり前じゃん。俺が決めるに決まってるよ。だったら苦労してよ、なかったし。まあ、今なんでも。いや、価値観が全然違うんだからね。行かれるようですが、私はそんなスタバなんて。いや、でもね、あのマック舐めてるけど、マックってアメリカでは主流だからね。だって私アメリカ人じゃないし。あ、そうだ。でもマックあのあれなんよね、実はりょうさんになんか前送ってもらったんだよね、マックのなんか、マックじゃないわ、スタバのプレゼントみたいな、なんていうか、なんかリカルドさん、静かにしてください。 LINE で静かにしてください。 LINE で
スタバの。イカルトさん静かにしてください。なんかプレゼントあれなんだろう、それを見せるとスタなんか買えるみたいな買ったんだよ。それでなんか行ったよ一人で。イカルトさん静かにしてください。一人分しかなかったけど一人で行った。カルトさん静かにしてください。すげえなって。何がすごいの私全然普通のことしかしてないけど。何がなんてだろう、まあ、嫌だもん。なんでもいやうるさいからカルトさん静かにしてください。じゃあ何が食いたいや言ってみろよ。だって言わないじゃん何が食いたいかも。だって何があるかわからんし。いやいや普通だったらさ、マックは嫌だって言うんだったらさ、自分がさ食べたいもんがあるわけでしょ。何が食いてんの言えよ早く。マックならモスの方がいい。でモスはモスはちょっと遠いんだよ。マックならもうあのあれでいい十分。アップルパイとバックシェイクと。なんならポテト、ポテトだからアップルパイとマックシェイク行ったら行ったらどうせ愚痴るやん。なんで買いすぎ料理からマックシェイクなんやみたいななるやん。でもマックシェイクも値上がりしたんだよね。前100円だったら今140円だよ。びっくりした。40円も値上がり。前100円マックだったら今全然100円マックなんかないもん。あシェイクは120円かな。でもなんかアップルパイが前100円だったのが今140円くらいになって、何でもかんでもね。あれでもいいよ。なんだよお前は一人で頭かかやまして。いつものファミリーマートにいる頭かのおじいさんが、ね、ミスタードーナツ。ああ言うと思った。なんで、うん、だけミスタードーナツとマックとスタバ3軒行く。ちょっとずつちょっとずつ。それなんなん、それ全部飯じゃないんだよね。確かに。でもお菓子じゃん。お菓子と飲むようにジュースじゃん。しかもマック吉野家これでいいんじゃない。4軒行ったら懐石料理食べた分ぐらいのお金が。いやいやいいけど別にそれでもね。あとはそれでいいなら、なんか全然いいけど私それで。マックのアップルパイと全部ドライブスルーだけど大丈夫。アップルパイとマックシェイクとポテトでしょ。あまあ話は早いですね。でミスタードーナツでしょ。あ、はいはいはい。で吉野家でしょ。あ、はい。あともう一つ何かあったっけ。あマック、あモスはやめた。あ、はい、え一軒減ったわ。もう一軒どこ行ったっけ。あスタバ、スタバの飲み物。はいはい。これ結構贅沢だと思うよこんだけ行ったら。いや贅沢っていうか、なんかなんかあの俺の朝の配昔の配信で行くようなとこばっかだけど、まあいいんじゃないですかそれでも。じゃあこれめっちゃ配信4軒も行ったらめっちゃ贅沢だけど。いやだから、いや別にそれでもいいよ。1,2,3,4 件。いやその流れそのコースだったらついてこないといけないよ。ちょっと分かんないもんそのコース。でもご飯がないな考えてみたら。でもって何ですか。ご飯がないな。じゃあご飯は、はい、帰りに。でもそんな贅沢してもね、一日に一個ずつでもいいけど。いやちょっと分からんけど、なんかまとめてくれない。一日に一つずつ話をまとめてくれないと。今日と明日と明後日と明後日と。だけど何が言いたいのか分からんけど、結局じゃあそのまとめてどうしてほしい。あ牛丼があったわ吉野家。あ行ったっけ吉野家。あ待って、元へマックでしょ、はい、スタバでしょ、はい、で、あ、吉野家、あ、ご飯あるじゃん、吉野家でしょ、はい、で、なんか一つまた忘れた、何だったっけ。いや、モスって言ってなかった。あ、ミスタードーナツ。あ、ミスタードーナツ、あ、こんだけで十分だ。あ炭水化物ばっかり。あ、はい、ほとんどの病気になるようなもんばっかりだけど、いいわそれで。あ、分かりました。で、4軒、ご飯また、吉野家通り過ぎ、あっちじゃない。いや、向こうだもん。あっちか、いいんじゃない。あ、そうそう、あ、はい、
、はい、マック、あのスタバ、モス、モスはやめて、モスはやめて、マック、吉野家、スタバ、ミスタードーナツ、吉野家、俺配信で行くとこだよ。結構これ4件でも結構のお金だと思うよ。これ4日に分けてもらってもいいけど、4日間に。どこ行く、こんなとこ行かんよ、私。いや、あの、僕今日あの、あなたがここに来たんですけど、やだ、やだ、今日はあのここなんで。いや、絶対やだ。いやいや、無理です。じゃあ、歩いて帰ってください。だって、お父さんが。いや、お父さんって誰ですか。いや、ここは行かんよ、本当に、やめてよ。お父さんが食べれんけ。ここのレストランなので。やめて、やめて。やめて、いや、意味がわかんない、やめての。いや、行かんし。このホテルのね、ここ高級レストランがあるんですよ。いや、だってそんなお化粧もしてないのよ、ろくに。いや、お化粧なんかしてない、誰に見てもらいてえやん。いや、マジで本当に今4件、そうだ、マジでやめてよ。いや、いい件いかんで、しかもそんな服着てきてないし、買い物行くつもりで。そんな服とはどういうこと。だけ車の止めるとこはないな。そんなホテルだったら食べるような格好してきてないもん。車止めるとこはねえよ。ズボンとセーターしか着てないし。いやだ、本当にやめて。その4件がよっぽど。いや、ズボンとセーターしか着ないし、こっちは半ズボンだし。余計恥ずかしい、そんなんで。ホテルなんか、しかもここ高級なホテル。本当にやめて、本当に。いや、だけなんで。だけどその4件に行った方がよっぽどいいんけん。お父さんが食べるもんないし、それはちょっとかわいそうすぎるでしょ。いやいや、食べるもんあるやん。何が。その4件のやつ。なんで、ここで食べたらお金なくなるでしょ。なくなりませんけど。いや、本当にここはやめて。この外食だと1800円だからさ。いや、もうもったいない。だから3600円で済むから全然、まあ、余るので。3600円って何、自分の食費だと。貧乏人の会やめて、貧乏会は。いや、もうマジやめて。なんでだよ。だから4件で買ってくればいいやん。予約してるんだって。嘘でしょ、何のために予約しとる。予約はしてねえけど。いや、でもここだろ、普通に。いや、どう考えて。いい、まあ、ここの店はこの出来になるやないか。買って帰ればいいんだって、買って帰れば。なんだよお前、本当に。お前こんな高級なとこへ。見てほら、あんなみんな素敵なスーツ着た人ばっかり。そんなほら、あんたこの短パンで恥ずかしい。いやね、これ結婚式なんだよ。みんなほら、なんか、いや、なんか結婚式の二次会だ、ここ。違うでしょ、本当だわ、結婚式。ホテルなんかでお前スーツ着てる人は結婚式の二次会だ、お前。いや、なんかビジネスマン、車が来るよ。なんかどっかの、なんか。ないんだよ、お前。ビジネスマンの人たちがいっぱい詰まっとらんのに、あんたおかしいでしょ、そんな格好で。じゃあまあ、だいたいあんな高級ホテルにそんな格好で。高級じゃねえよ、別に。いや、あれいつまでは多分めちゃ高級なホテル。どこ行く、車が来る。恐ろしい、あんた。急に曲がってどうする。さくらんぼですね。なんださくらんぼ。いや、ここがあの美味しいおでん屋さんなんで。いや、いいけ。ちょっと待って、こんな止め方したらおかしいだろう。駐車場がなんか変でしょ。あ、今日空いてます。今日空いてます。空いてます。あ、やってます。あ、ですか、はい、ここで。はい、あんたおでんって嫌いじゃなかった。ん、麺嫌い。あ、すいません、あのライブ配信ってしてもいいですかね、この店は。はい、ライブ配信で大丈夫ですかね。はい、ライブ配信は大丈夫ですかね。どうぞ。あ、本当ですか。うん、配信、わかります。どうぞ。いいですか。はい、まず、うん、あのおばあさん、ライブ配信って言葉知っとらん。いや、知ってるわけないわよ。ってこうね、しかも車これなんで斜めなの。これ、あ、こういう駐車場か、斜めの。ちょっと斜めがちょっとずれた方がいいかな。はい、どうぞどうぞって言われたけど、ストライライブ配信っていう言葉は意味を知らないよ。絶対おばあさんだったけど。いや、こういうところがうまいんだよ。まあいいんだよ、もうお土産に買って帰るわ、おでん。持ち帰り？あ、できらん。あ、できるよ。じゃあ持ち帰りしてきて。お金。で、ね。ってことは意見増えたってこと？あ。でも吉野、それとも吉野をやめて。うん、あ、すいません、あの持ち帰りできます。
お持ち帰りでもできます？お持ち帰り、おでんのお持ち帰りでもできます？お持ち帰りできますよ。あ、じゃあお持ち帰りで。あ、はい、焼きそばもやってます。焼きそば、あ、焼きそば1個とね、はい、とおでんはいくつぐらい？おでんはね、5個か10個とか。あ、5個ぐらいで。5個ぐらいで、はい、あと焼きそばと、はい、はい、焼きそば何人前とか言ってないのにどうやって分かっただろうか。いや、焼きそばはなんかこう、お前1人前しかない、もしかして。おでんがめちゃくちゃうまい。食べたことある？ないわよ。いやいや、人が聞くか、このおでんがうまいって。で、おでん5個って何？そして分からん、ちょっと見てくるわ。おでん5個って何？だってちょっと見てくるわ。でもお金がないわ。だから今俺はお金が、だから会計する見てこいよ。おでん5個って5個ってどういうこと？5個どういう意味？ちょっとおでんって自分で選ぶんじゃない？具が5個ってことですか？出よ。いやいや、さすがに前作ってもらってるのに出ればやばいだろ。おかしな感じじゃない？こういうとこですね。ここで食べてしまう。お客さん誰もおられんの？いや、なる。いや、いや、じゃ酒飲んでいいの？あんた飲んでできるの？無理無理。うん、でしょ？だけんだから。こういうとこ来てお前酒飲まんかったらきついわ。持ち帰るのがいいわ。昔ながらのね、友達いわくうまいらしいんですよね。おでんが主流で、それにプラスここにね、魚なんですよね。ねえ、おでんがめちゃくちゃ美味しいらしいよ。もうおでんドーンになってるしね、これ。懐石料理だったら私行きたいね。息子に連れてるし、それを連れて行ってくれる。どういうこと？もう焼きそばもうまいんじゃない？俺焼きそばって書いてあるし。ちょ、コンビニ行ってこようかな。まあ日曜日だからね、日曜日のまだ6時20分だからね。あ、そうなんですよ、レトライザーさん。美味しいおでんなんですね。9時20分だから、だいたい週末とかはこう賑わってるよね。うん、だいたいこういうとこ来てさ、お酒が飲めないっていうのはまあちょっと地獄でしかないからさ。やっぱおでんをさ、ね、食べつつ、ね、日本酒でカーッといきたいよね、これ。日本酒で。日本酒でも焼酎でもいいんですけど。熱燗でもいいんだけど。ね、先におでん最高っすよね。日本酒飲めるの？いや別に飲めるよ。飲もうと思えば。飲めるよ。こういう寒い日にはすごくいいしね。カートがおじさん？いや、おじさんですよ。ちょ、何してんだよ、マジで。ああ、いいですね、こういう昔ながらのお店で。素晴らしい。あ、カラオケもあるですね、これ。カラオケ居酒屋ですか、これ。あー、マジか。カラオケがあるわ、これ。一曲歌っていいですか、あんま。いやいや、別にカラオケあるなら一曲ぐらい歌っていいじゃん。
ね、3個これをかける3かける3にしたら、あ、すいません、1曲歌してもらっていいですか。うるさいね、あんた。いや、だってカラオケがあるもん、ね、聞いてない。カラオケがある。あんたでもおでん食べる全部。いや、俺おでん好きだけどさ。いや、こういう寒い時おでんが一番いいじゃん。あ、しかもガンモがあるしね。あ、ガンモ入れてない。じゃあガンモも入れて。ガンモって何。ガンモドキ。ガンモちょっと今日だけ。あ、ない、ない、ない。あ、ちょっと一杯がいいな。やっぱ週末はお客さん多いですか。そうですね、昨日なんか多いです、ね、あ、ですよね。で、ここでみんなで食べながらカラオケ歌ったりして。そうです。昨日も5組ぐらいで、はい、あれ誰かカラオケ歌うの。相性かっていうのが流れて、西本美幸さん。日曜日だからあんまり終わらないみたいな。はい、見てる。金堂とかも多いってことですね。今日そうですか。水晶玉がある。あ、キキちゃんがいる。焼きそば食べる。焼きそば食べるよ。じゃあ2つ、あ、3つ、いや、そんな食べれるかな。おかわ行く。いや、行くわよ。いや、まあ、じゃあ2つで焼きそば。男に二言はないよ。一緒だな。ちょっと電波が悪いですよ。だから電波が悪いんや。いや、カラオケもあるけど、カラオケもさせてもらいたいけど、させてもらえるの。あいつの財布から金取ってそのお金で払おうかな。いや、エッジ行けると寒いじゃん。いくら？第4000。安っ。え？めっちゃ高いと思ってるの私。安っ。でもさ、これ3人分も全部3つずつ買って多いかなと思って。いや、多くないよね。いける、うん、3人食べれる、うん、じゃあこれで。はい、わかりました。あなたを書いて。なんで私お刺激持ってないんだ。あ、すいません。すいません。あれ。あれ。すいません。すいません。すいません。あ、はい。はい、はい、すいません。練習だけお願いします。ちょっと電波が悪いな、これ。電波がいない悪い。何しとる？なんであんたが金も1円も出してない、あんたが。